なんだてめえら。フランキー、ウソップとメリーを返せ。兄貴、こいつらだ。俺たちの邪魔をしやがったのは。そうか、てめえらか。子分たちを可愛がってくれたってな。スーパーなお仕置きが必要なようだな。さすが兄貴だ。兄貴、やっちゃえ。フランキーはこんなやつだったか。改めて見ると感じ悪いわよね。調子に乗りすぎだパンツ野郎が。いきなりやる気満々じゃねえか。いいだろう、相手してやる。俺はこの島一のスーパーな男、ウォーターセブンの裏の顔。そうだ、俺は人、フランキー。おう、おめえら全員覚悟しやがれ。俺が。なんてねえぞ。アームポイント黒点ロゼオビチエー。やるな。汚ねえの。そうだ。なったんだ。こんなやつに負けねえぞ。アームポイント黒点ロゼオビチエーリー。やるな。その程度だ。ぶっ飛ばしてやる。してやるよ。クードバン。やっべ、粋なことするじゃねえか。おりゃ。
効かねえな。まずいな。切り替えがありそうだ。三刀流108ポンド砲やってやる。これだ。医者、医者を呼んでくれ。やっべえな。その程度だ。またやれる。塩ビマヨネーズ鬼切れ。次はどいつだ。ゴムゴムのおっしゃ。その程度だ。大丈夫、これでみんな直せる。助かった。ちょぶっ飛ばしてやる。怖くなんてねえぞ。これだ。おお、助かるぞチョッパー。おお、クソ、
二刀流、いよい。羅生門。やるな。行くぞ。アームポイント。黒天。ロゼオン。やるな。こっちのフランキーもすっげえ頑丈だったな。後ろ、ソゲキングに針を刺された時めちゃくちゃ痛がってた。待て、お前ら。ゾップ。そうか、おめえらが小僧兄ちゃんの仲間なのか。ああ、何の話だ。船を解体しようとしたらこいつが出てきてな。話は聞かせて。何、どうしたの。いや、何も言うな。おめえらの旅路は俺のハートを揺さぶったぜ。この船との絆を、命を落として守ってきたなんてな。チキショー、泣かせやがるぜ。まったくおめえらはスーパーな船乗りだ。ウソップ、お前あいつに何を話した。あの時と同じように俺たちとメリーの話をしただけだぜ。あんたね、一体どれだけ話を持ったのよ。なんだお前は、気安く話しかけるな。どこかで見た顔だと思ったら、アイスバーグのとこの船大工じゃねえか。お前の持っている古代兵器の設計図に用がある。おとなしくついてこい、カティ・フラム。ああ、誰らの一大工が偉そうに。急にどういうこった。そして、言ってる意味もわからねえな。待てよ、後のやつ。お前に用があるのは俺たちの方だ。この一件は政府の機密事項じゃ。出会い頭で悪いが、お前らには消えてもらう。我々 CP9 は物心ついた頃より政府のために命を使う覚悟、そして得た力が、たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差を見せてやる。どうした？来い！おい、お前降ろしちまうぞ。コンカス、やりやがったな。いけるか。ゴムゴムの俺に勝つつもりか。おっ、よし、行くか。三刀流奥義、参戦世界。やりやがったな。いやビビってるな。くそ、たまらんな。よし、行くか。
そこをどけ。任せろ。まだやれる。乱客。痛いじゃねえか。俺は諦めねえぞ。大丈夫、これでみんな直せる。ありがとう。ちょ、気を抜けんな。俺がやる。くそ。一部銀やりやがったな。こいつ強えな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。残らず地獄に送ってやる。乱客。痛いじゃねえか。俺は諦めねえぞ。肩をつけるとするか。邪魔だ。任せろ。怖くなんてねえぞ。ジャンブフランバージュシャット。やりやがったな。切り替えがありそうだ。
けんな。乱客、うん、やるな。大丈夫、これでみんな直せる。俺が行く。ジャンブフランバージュシャット。こんなところでやられてちゃルフ刀の旅を消える。俺が怖くなんてねえぞ。たまらんな。やれる。二刀流、よい。羅生門。おい、お前、おろしちまうぞ。される気もねえ。なめんじゃねえ。
却。背中の傷は剣士の味だ。私が必要ってことね。10万よ。チアワセパンチ。まだだ。俺が。ゴムゴムのブレッド。なんだと。俺が行く。ごめん、あとは任せてもいい？サンダーボルト連発！これからだ。ごめん、あとはお願い。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。まだだ。まだ行くぞ。俺が。あの地獄の2年間に比べたら力が戻ってきたな。少し強くなったぞ。私の予報は100発。なるほど、ただのチンピラではないよ。そこまでじゃ。アクアラグナが迫っておる。遊んでる時間はもうないぞ。ウソップ何してんだ。違う。ドア。ルフィ。行くぞ。アクアラグナまでもう時間がない。カティフラムを連行する。この男はどうします？さっきカティフラムと何やら話しておったの。いや。何か知っているかもしれん。その男も連行せい。じきにここも沈む。揃って地獄に行くがいい。麦わらのルフィ、こんな弱い部下を持ったのがお前の失敗だ。ルフィ、大変だ。ウソップがいない。連れて行かれたんだ。鳩のやつを追ってウソップを取り戻す。つまり世界政府の本拠地エニエスロビーに殴り込みか。そうだ、お前たち行くぞ。あとは市長邸じゃな。いや、もうあそこには用はない。どういうことじゃ。こいつの口ぶりで確信が持てた。目当てのものはこいつが知ってる。エニエスロビーか。またあの時みたいに敵がたくさんいるのかな。みんな、みんな急いで町に戻りましょう。あいつらが町を出る前に追いつけるなら。あいつらが町を出る前に追いつけるなら、それに越したことはないんだから。
ロビンちゃん、体はもう大丈夫なの？ええ、もう大丈夫よ。完全に凍ってたんだ。しばらく無理は禁物だぞ、ロビン。ありがとう、チョッパー。ロビン、ここにハトのやつが来なかったか？いえ、来てないわ。どうして？ウソップが連れて行かれちまった。ウォーターセブンから出る前に奪い返さないと。ここに来る途中、町の人が政府の専用の列車が出たと話していたのはそのことね。もう列車は出たのね。じゃあ急いで列車を追おう。待ってルフィ、アクアラグナで海列車。どうしよう。アイスのおっさんに海列車を借りよう。それしかなさそうね。よし、おっ。ロビン、市長邸で休んでいたんじゃなかったの？私の正体に気づかれると面倒になると思ってそっと抜け出してきたのよ。そっか、ロビンは最初アイスバーグさんに危険視されていたんだったわね。おい、そんなことより市長邸は町の下の方だったよな。上だ、上。てめえは黙ってついてくれいいんだよ。おっさん、エニウスロビーに来て手伝ってくれ。まあ、いきなりだな。何があった？プッチに覚悟か。にわかには信じがてえが、いや、信じたくもねえが、狙いを聞きゃ思い当たる節は、フランキーのやつを連れていかんとか。俺は仲間を奪い返す。お前ら、サイファーポールのエージェントを追うつもりか。間に合わんな。やつらはすでに海列車で、そして今はアクアラグナが迫ってる。ま、頼むよ、おっさん。仲間が危ねえ。フランキーも一緒にさらわれたんだ。かつてアイスバーグとフランキーは共に
造船会社トムズワーカーズで働いていた。当時自らをカティ・フラムと名乗っていたフランキーは大事故によって数年姿をくらます。4年後生還したフランキーに涙したアイスバーグは師匠のトムから託された古代兵器プルトンの設計図を彼に渡す。そして世界の命運を握る恐ろしい兵器の復活を防ぐため図面とともに町から出るように頼む。だがフランキーは設計図を手放したアイスバーグが政府に狙われる危険を感じ町に残ることを決断するのだ。そしてアイスバーグは市長としてフランキーはゴロツキをまとめる解体屋として表と裏それぞれがウォーターセブンの顔役となっていった。詳しいことは話せん。だがお前たちにフランキーを頼んでおいいか。わかった。アクアラグナを超える手段がたった一つだけある。こっちだ。地下道の先に昔使っていた倉庫がそこに行けば鳩の試作品の海列車が。それでもいい。俺たちはこんなお願いをするのもなんだが。ああ、あいつも俺たちの。そうか、ありがとう。感謝する。とりあえず地下2階まで行ってくれ。あ、わかった。そこの扉だ。鍵は俺が持っている。倉庫はこの奥だ。まあしかし久しぶりにここへ来たな。しかし、ここまでひどいことになってるとはな。こっちにも変なのが嫌がるし、さすがに管理しなさすぎだろう。この先だ。この先に海列車がある。少し準備に時間はかかるぞ。ああ、ありがとう、アイスのおっさん。少し時間をくれ。調整する。まあ、嵐を抜けるんだ。何を細部まで点検しておいた方がいいだろう。
なんだこの音。お前なのか。俺をここへ呼んだのは。おい、なんだよアイスバーグ。てめえ突然現れたと思ったら何一人でブツブツ。そうか、お前らには聞こえてねえのか。だがちょうどいい、お前らも手伝え。この船直して海に出すぞ。はあ？ロケットマンを得た一味はアクアラグナで荒れる海を越え、四方の島エニエスロビーへとたどり着いた。忘れがたい光景ね。でも今はもう一人じゃない。え、どういう意味？あなたにとって。ええ、とても。そうだったの。世界全部を敵に回そうとも、仲間を守りたい彼らの決意、それが仲間を信じ抜く心と生きる勇気を彼女の中に生んだのね。行くぞ！え、どういうこと？ちょっとルフィ！おい、ルフィ！前に来た時より警備が厳重。そうか。まあ全部ぶっ飛ばすから同じだろ。違いねえ、行くぞ。おう。
リーには指一本触れさせぬ。三刀流奥義三分世界。やるか。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットウィン。まだだ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。今行く。パーティーテーブル、キックコース。これからだ。行くぞ。狙うならあっちにしなさいよ。任せて。一人10万よ。チアウワセパンチ。その程度だ。俺の蹴りを食らいたいのはドイツだ。やるか。刀の旅に出る。行くわよ。サンダーボルト発砲。いって。次はドイツだ。くらえ。たまんねえな。三刀流奥義三分世界。どうしたクソコック、もうバテたか。バテてんのはお前じゃねえのか。あっ、シッシッシ、暴れるぞ。気をつけろ。あだ、レディーが待ってるっていうのに、まっったく野暮な奴らだぜ。パーティーテーブル、キックコース。やるな。さてと。ゴムゴムのブレッド。こんなところで倒れてらんないのよ。サンダーチャージ。切られる覚悟があるならな。三刀流奥義三分世界。やるな。これだ。ごめん、あとは任せてもいい？サンダーボルト連発。
セカンド、ゴムゴムのジェットピストル。くそ、動け。任せろよ。キャップ